八つ切り画用紙2枚で作る子供用兜です。まず八つ切り画用紙を三角に折ります。向きを変えてもう一度三角に折ります。三角に折ったところにボールペンなどで強く折り筋をつけ、裏返しに折り曲げます。折ったところから 1.5 センチぐらい糊代を残して切り離します。糊代の端は切り落としておきます。同じものをもう1枚作ります。糊代を折り返したらこのように置きます。周りに糊をつけて斜めの輪の部分がぴったり合うように貼り合わせます。折り曲げてあった三角の部分を開いて折り紙兜を作る時のように2回折り曲げます。ここに糊をつけて貼り付けます。裏側も同じようにすると三角帽子の形ができます。次に残った画用紙と金色の折り紙で前立てを作ります。金色の折り紙を半分に折り、黒い画用紙を重ねて同じ大きさに切ります。折り紙の裏に糊をつけ、黒い画用紙を貼り付けます。金色が内側になるように半分に折ったら、前立ての半分の形を描きます。これを半分に折ったまま切ります。真ん中に残っている紙で飾りを作り組み合わせます。兜には上の方が少し開くよう真ん中でちぎって貼ります。折り返した部分に糊で貼ったら、その真ん中に飾りを貼り付けます。顎紐はお手持ちのものを使えばいいのですが、カラーストッキングを使うと肌触りの良い紐ができます。ストッキングは未使用の厚手のものがいいです。つま先の方が細くなっているので、つま先から一番遠い方から使います。 3,4 センチの幅で切ります。引っ張ると輪ができるので一箇所を切り離し紐状にします。紐の端の片方はぐるりと一周結びます。もう片方は親指と人差し指で端を持ったら大きな輪を作り、下から手を差し込んで向こうからこちらにねじります。もう一度下から手を差し込んで輪の中から紐をつまんで引き出します。はじめに握っていた親指と人差し指に近いところに結び目を作ります。結び目ができたら長い方の紐を引っ張れば輪の大きさを調節できます。この輪の部分をゼムクリップに引っ掛けます。引っ掛けたら間の細いところを通してこのような状態にしておきます。これが2本できたら兜の端に切り込みを入れます。内側から切り込みにクリップを引っ掛け、赤い紐を引っ張ります。反対側にも紐をつけたら、真ん中で蝶結びにします。これで出来上がりです。ストッキングの紐はよく伸びるので、このままかぶることができます。大人には少し小さいので、大人用を作るときには A3 サイズの黒い上質紙を使うといいです。前立ても大きめの金色の折り紙を使うといいでしょう。